おはようございます。はい、ということですね、今日は何をやるかというと、ドッキリではなくて、パンチラしたらやり直し、45秒で何ができるかなチャレンジ、イエーイ、ということでですね、今回はその45秒で何ができるかな、制服でダンスするんですけども、もしそのダンス中にパンチラをしてしまったら、もう一回最初から踊らなければいけないというチャレンジをやっていきたいと思います。まあこれはですね、あの変態なカメラマンさんが考えた企画なんですけども、まあでもちょっと私もね、まあちょっと面白そうだなと思っちゃったので、今回は挑戦していきたいと思います。でね、早速踊っていきたいんですけど、あの実は私まだその45秒で何ができるかな、全然ダンスね分かんないんですよ。まずはちょっとダンスの練習からしていきたいと思います。で、本番はね、上のベランダで撮ろうと思ってるんですけど、で多分ね、今だともう4時とか4時過ぎになってくると、だんだん暗くなってきちゃうんで、今2時半ですね。あ、いっちおはよう。あ、いっちおはよう。まあ30分ぐらいでとりあえず覚えて、もう3時ぐらいからちょっとベランダでね、あの本番の撮影できるようにやっていきたいと思います。練習していきます。はい、ということで練習していくんですけども、さっき紹介したね、あの変態なカメラマンさんのひろしさんが、はい、やってきてくれました。よろしくお願いします。はい、お願いします。やばい、鏡じゃないから分かんない、これ。やばい、早い、読んで。
今でもパンチラはしてなかった。パンチラはしてないんだよね。意外とするんだ。意外としないんだな。期待外れだよ。期待外れ。そうっすよね。期待外れな。すいません。ごめんなさい。回転まで繋げてほしいんだよね。それ回転が一番期待ポイントだもんね。そう、回転まで繋げてほしいんです。もうちょっとだった。もうちょっとだった。もうちょっとだった。オッケーオッケー。よいしょ。やったー、見えました。いいですね。めっちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ嬉しそうじゃん。いやスカートの中は意外に見えないんだね。じゃもうちょい短くするガランスの上も多分さ、常にもう見える状態になる。いいですか、ね、一旦ね、一旦見えてるかもしれない。あ、常にね。そう、常に見えてる。意外に足上げるところは見えてないんだよ。ああ、こういうとことかね。そう見えるかなと思って。見えてちょっと、実際、まあ、ちょっと頑張って上げてるところはある。やっぱ喜んでくれるからさ、やっぱ。なかなかもうこの年になるとさ、こう、パンチラで喜んでくれる人いないわけよ。高校生でもないし。そうね、なるとかだったらね、嬉しいんです。あんま期待されてない人に限ってさ、見せてくるところあるじゃん。じゃあ真面目に言ってたのかな。まあちょっと、はい、長谷さんもちゃんと戻したんで。あ、戻した。はい、直したんで。ちょっと宣伝してもらっていいよ。よし、オッケー。じゃあ、ちょっと、マジで、ちょっともうパンチラとかもう何にも考えずに、PV になるんじゃないかぐらいのレベルで、集中します。じゃあ、完成度重視。そう。クリアしちゃうかもしれない、もう。見えてるね。こうやる。こう。あ、今見えた。あ、いや見えてないと思う。もう一回やって、もう一回やって。あ、ちょっともう、まだもう、今もう見せパンを押さえた。めくって押さえてる。めくって押さえてる。でも押さえてってみるわ。ちょっとダンスのこれで若干落ちちゃうけど、ちょっと一回ね、ちょっとしてみよう。いや、めちゃくちゃ頑張って押さえてんのね。好きだね、好きだね。いや、惜しかったよ。ちょっと見えたか。気遣いに間違えたね。そうだね。迷いは伝わった。もうさっきこうなっちゃった。何この手だ。ポーズしたよね今ね。だいぶ飽きてきたでしょ。だってもうパンツは、もうパンツどうでもいいんだ。これパンツじゃないよこれ。いやいやダメだから、ダメだから。休憩しよう。ちなみに今4時。もうあと30分ぐらいしかない。ちょっと休憩、ちょっと休憩、ちょっと休憩、ちょっと休憩。その笑顔でまた惚れ直すことみたいな。でまでは回転なんだよ。じゃもうちょっとゆっくりってことか。そう、でいいと思う。
ですよ。その映画オーデンの言葉に合わせて足踏んでるね。それがオーデン。うん、そう見えてる。今のはちょっと見えてる。で後ろ見えてなかったらもう見えてる。見えてない、うん、でちょっとこれでいこう。ステップ系でいくわ。オッケー、マジでいけてる、いけた今のは。え、美しかった。絶対見えてない。うん、ありがとうございます。よかったということで、パンチ出したらやり直し、45秒で何ができるかでチャレンジ成功。だいぶかかったね。1時間ぐらいかかった。やった実際休憩とか挟んでるけど、いやパンチラ判定士のヒロシさんもありがとうございました。だって後半はなんかもう、そう、成功させることの熱意がすごかった。そう、うん、どうしても終わらしたかった。終わらしたかったんかい。終わらしたかったし、動画の完成度的にね、うん、綺麗になったらいいなと思った。一番最後のダンスはデータ的にも良かった。細かいこと言う？いや、いいです。もういいです。もういいです。もうちょっと疲れたんで。言う？追い込む？いや、大丈夫です。ちょっと手が伸びてないなとかあるよ。厳しい。まあ、もうアイドルじゃん。45秒ポーズやってるじゃん。その手、上の手。そう。ああ、確かに。そう。ずっとそれになってる。厳しい。まあ、ちょっと、まあ、許してください。そういうダンス専門ではないので、じゃないにしては、結構頑張ったと思うよ。元気よくって感じで、そうで私らしく踊っていました。笑顔はマストだったね。うん、よかったよかった。ありがとうございました。ということで、皆さんもね、ちゃんと見せパンを履いた上でパンチラしたりやり直し45秒チャレンジやってみてください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。今日も動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画はこちら。チャンネル